仁比総平君日本共産党の仁比総平でございます皆さんおはようございます我が党はヘイトスピーチの根絶は政治の重大な責任であって立法措置を含めた国会での大いな議論を求めてまいりましたそうしたもとでこのヘイトスピーチを社会的に包囲し根絶の先頭に立つという政治の責任も 強調をしてきたわけですけれども、あの昨年来、この党委員会で議題となってきた、当時の民主党の皆さん、はじめとした野党の提出法案に続いて、今日こうして与党案が提出をされ、実質審議に入るということになったわけです。あのこれは、このヘイトスピーチを根絶をしようという運動。 何よりヘイトスピーチによる被害の深刻さと、当事者の皆さんの身を振り絞るような声を受けて行われているものであって、そうした意味で、本当に大きな歴史的な意味を持っていると理解をしております。私たち参議院の法務委員会のこうした取り組みが、このヘイトスピーチ根絶の実りを上げるように、我が党としても力を尽くしていきたいと思うんです。 でこうして与党の案が提出をされたもとで、えー、この党委員会を中心にして、えー、各党の協議が始まるにあたってです、ね、き、えー、今日はこの与党案の、えー、意味するところについて、さまざまな立場からのご意見が寄せられている中で、えー、今日は与党案の、えー、その趣旨、意味というものを できる限りまず確認をさせていただきたいと思うんですね特に三点について法案の柱についてご質問したいと思っておりますまずその第一はあの理念法の法たるゆえんということに関してです先ほどの出説明でも明らかですが法案は不当な差別的言動をあってはならずそして許されないことを 宣言するとそうした趣旨を全文で規定をされるとともに、第1条で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であるという認識を規定をした上で、第3条、基本理念として、国民の、まあ、いわば努力義務という趣旨なのかと思うんですけれども、努めなければならない。 という規定ぶりで、基本理念を記しておられるわけですが、あのこのような規定にされた理由は一体どういうことでしょうか提案者、西田昌司君、えー、二品委員の質問にお答えさせていただきます、あのまずこの法律はです、ねえー、理念法という形で、禁止という形をです、ね、取っておりません。 でその一番大きなのはです、ね、要するに憲法上の表現の自由の保障をです、ね、しっかりしなければならない、これはやっぱりどうしてもです、ね、これは一番守らなければならない、まあ、そういう価値であるということを考えた結果、すね、我々がこういう全文においてです、ね、本法外出身者に対する不当な差別的言動は許されないということを宣言をしです、ね、さらなる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、 そののの理解解と協力をを得つつ不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すするものであります表現内容を規制するのは、先ほども言いましたけれども、表現行為の萎縮効果をもたらす恐れがありますから、そのこのような不当な差別的言動の禁止や、その禁止に違反した場合の罰則を定めるということは、あえてしていないわけであります。も,っとも ご指摘のとおり、全文で,ですね不当な差別的言動を許されないと宣言しましたが、その法律でそういうメッセージをですね発信すること自体が、非常に私は重要な意義があるものだと考えております。えー、さらにあの3条においては、国民に周知を図って、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを推進することを、とすることを受けて、え、ー た3条は書いているわけでありますけれども、まあ、この中でですね、えー、いわゆる憲法の保障という、保障する表現の自由にかかる問題でありますから、警察などの公権、ねまあ、力、まあ、ここで、えー、規制をして強制的に進めるのではなくてです、ね、まず国民全体がです、ね、国民一人一人が理解をして、そういう差別的言動のない社会の実現に寄与していくと、まあ、そういうことを図るべきであるということをです、ね、この法律によって示すことによって、 国民にもその努力義務があるということを示させていただいているわけであります。で、この効力でありますけれども、これらの規定と合わせてです、ね、国に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みに関する施策の実施義務が、地方公共団体にその実施の努力義務がまたかかることになります。ここのの法律はこうした結果果、ね、表現で自由に萎縮効果が 勝利ないようにするために、このような内容にしたものでありまして、禁止規定がないからといって、ヘイトスピーチをですね認めるとか、また我々与党側がですねヘイトスピーチに対して、及び腰でやってるとか、そういう姿勢ではなくて、憲法の保障する表現の自由との兼ね合いの中で,で、最大限効果が発揮できで、国民にも理解を求めていくと、そういう趣旨で、この全文と合わせて作ったということをご理解いただきたいと思います君 あの今、えー、自民党にしたあの発議者からは、えー、禁止規定は置いていないのであるという、まずご発言が、あのご説明が合っているわけですけれどもあの、この点についてです、ねえー、強い、えー、意見が、と、えー、りわけ当事者団体からあの上がっているのはご承知のとおりだと思います。 あの例えば私たち国会議員に、在日本大韓民国民団の主催をされる緊急集会が呼びかけられていますけれども、その呼びかけ文には、ヘイトスピーチによって自らの尊厳を傷つけられた当事者である私たちとしては、この法案内容に対する極めて深い失望感を禁じえません。 罰則規定を設けないいわゆる理念法であるにしても、ヘイトスピーチが違法であるという明確な規定が不在だからであり、これではと,とても容認できないのですというくだりがあるんですけれども、あの先ほど、えー、公明党、矢倉発議者からのです、ね、趣旨説明の中では、このヘイトスピーチといいますか、 この法が対象とする言動というのは、違法であるという前提の認識が示されているようにも思うんですね。えつまり、先ほどの提案理由説明の第3段落目ですが、何をもって違法となる言動とするのかということが、この法案の提出の意義として語られているわけですけれども、この禁止規定は置かないということと、 この法案が対象とする言動が違法であるっていうこととの関係っていうのは、これはどういうふうに理解をしたらいいんですか発議者、矢倉勝男君こちらの、えー、ありがとうございます、こちらの、えー、趣旨説明において、何をもって違法となる言動としという文言はです、ね、そもそもあの表現の内容についての規制をするとき、我々認識しているヘイトスピーチというのは具体的にイメージできるんですが、 規制となると、どこが外縁かというのはやはりどうしても見えなくなるという問題があると思います。そのような表現の内容を禁止という形で規制をすることに内在している本質的な問題が、やはり違法となるというところか、どこまでかという言動の問題であるので、そのような問題があるというところであります。これをもって、今回、あの理念法で違法かどうかという判断を、これは提示をしたという趣旨ではないというふうにご理解をいただければと思います。 根ヒ君、あのここをこれからのですね、えっ、ー、と法案の議論をしていく上で極めて大事だと思うんですけれども、えっ、ー、と提案者はつまり与党はですねえ、定義の明確性、つまり違法の違法化そうでないかという外延がですね明確であることが重要であるっていうのはその通りだと思うんです。えその外延が明確であるという定義をすることができるのであれば、その定義に当たる 言動これは法違反である、違法であるという、そのかきぶりはいろんなかきぶりがあるのかもしれませんけれども、違法であるということは、宣言する、あるいは法で定めるべきであると、そういうお考えなんでしょうか。え西田昌司君えっとそここ、ね、一番大事なのの法律の 核心部分なんですけれどもね、我々の与党側の考え方といいますのは、要するに、えー、このヘイトスピーチをですよ厳格に定義をして、でそれをです、ね、国が例えば認定をして、違法行為であるから、この行為はです,、ね、すべきな禁止規定になってくるわけですね、また、あの禁止規定、その罰則がなくてもです、ね、そういう認定を公,あの公権力がするということはできないというのが、我々の発想であります。 といいますのは、それについてはです、ね、違法であるか違法でないか、それがヘイトになるかどうかというのはです、ね、結局はあのこの司法の場で,です、ね、判断されるべきもので、えー、公権力の行政側のところで,です、ね、この部分は違法だということをしちゃいますとです、ね、かつての、これはあの戦前のいわゆるあの治安維持法のようにです、ねえー、国の方が決めたその言論や思想やです、ね、その表現に互うようなことをすればです、ね、たちまち取り締まりになると。 もしくは禁止規定はなくても、そのことを国が違法性を認定してしまいますと、さまざまなことが行政の方から、その下本人に、いろんな形で圧力と申しましょう、かけられるわけです。もちろん、そういう規定があった方が、ヘイトスピーチそのものには、禁止ができて圧力がかかっていいじゃないかということはもちろんあると思うんですよ。しかし、同じように、そのヘイトかどうか、微妙な部分のところでですね、 そこをです、ね、国が規定して、そ,そしてまた、えー、その国の方がそ,ううその個人に関与しているということになりますとです、ね、同じような事態がです、ねこの違う、違う事態が想定されますねで、つまりヘイトだということを理由にです、ね、行政のほうがです、ねえー、違う形で、えー、市民に圧力をかけてくるということが、 他の法律でもでも、ね、同じような枠組みで作られることでも考えられますで我々は、そういう公権、ね、力が個人の表現の自由や内心の自由に関わるようなところにです、ね、入っていくべきではないというのが、えー、自民、公明のです、ね、この法律を作る上での一番最初の入り口の部分であります。そして、その部分は、あのヒートゲだったかどうかという認定は、これはむしろ裁判の場で、司法の場でやっていただくんです。 じゃあこの法律は一体何の意味があるのかというと、こういう理念を掲げて、そもそも国民がですねこういうヘイトはすべきでないんだと、またそういう差別のない社会をつくるのが、国民もですね努力していかなければならない、そしてそ,れをそのことをですね国と地方工業団体がですね教育や啓発、相談などを通じてですね広げていこうということを示すことによって、行政側がさまざまなこの 判断するときのですね、一つの指示になるのではないかと思います。もちろんその指示によってですよされた行為、えー、例えばまああのどでもやっていたりですね、道路使用許可をですね止めろとかいう話も当然出てくると思いますよね。でそのときに仮にそういう指示によって止められたら、逆にですねやった側がこれはおかしいじゃないかということをですね訴えることも当然想定されます。しかしそのとそのことを彼らが訴えて。 結局それがヘイトであったかどうかというのはです、ね、最終的に司法の場で,です、ね、判断をしていただかなければならないと思っているんです。でそれをまず第一義的に行政のほうが線引きをして、ここから先はヘイトだどうだというです、ね、公権力側にその権力行使を与えてしまうとです、ね、私は違う事態が出てくるということを大変恐れているわけでございます。そのことをご理解いただきたいと思いましれいき君、わが国のですね、えー、において、 とりわけ国家権力によって思想、表現が抑圧、弾圧された歴史があり、そして戦後憲法が公布されてから70年に至りながらですね、法乱を乱用した行政、警察による人権侵害というのは後を絶たないわけです、今日、現在も。その認識というのは、私は前提にもちろんあるわけですけれども、ですが、 この法でヘイトスピーチの許されないということをです、ね、どう規定するかということは、その定義の明確性と合わせて、えー、真剣な探求が必要だと思うんですよね。あの今の西田初記者のご答弁でえ、つまりこの法案が民事裁判や行政処分を争う、そうした裁判においての法規範足りうる。 ということをおっしゃってるんだと思うんですけれども、それはつまり、許されないとされる言動が法違反であるという前提認識に立ったものなのであって、これはヘイトスピーチはしてはならないなどの、ですねこれを禁止という用語を使うのが、与党としていろいろご躊躇があるのかもしれないんだけれども。 このあってはならないとか、許されないという表現、えー、文言ではないですね、書、えー、きぶりというのは、これ、ありうるのではないかなとも思うんですが、これはあの今、西田委員に伺いましたので、矢倉一さんいかがですか矢倉勝夫君。ありがとうございます。あのー まず今西田委員がおっしゃった部分というのは、これまではあの特定人に対しての規制というものはあった。ただ今回我々は 不特定人に対してのこのような許されない言動も、許されないものであるという理念をこれは明確にしたわけであります。で、それがあのいろんな裁判の場で出てくる、場合によっては損害賠償であるとか、そういうような民法の規定の文脈などで違法等の話が出てくるかもしれないですけど、そういう文脈での違法を判断するときに、この法律が許されないものであるということを理念として表した、国として姿勢を表したということが、裁判所の判断に影響を与えるだろうという部分の。 説明であると思います、まあ、このような意味合いで、これを違法判断かどうかというところは、またあの違う考慮があると思いますが、いずれにしろ違法判断に対してある程度影響を与える判断にはなるであろうというところであると思います、書きぶりの問題なんですけどこれはしてはいけないという禁止規定にしますと、どういうことになるかといえば、先ほども申し上げたとおり、あの表現内容の規制という形に、やはりこれはなってしまう。 それはどういうことを言うかといえば、憲法の検閲の禁止などにも抵触する可能性も出てくる、また表現内容、ご案内のとおり、憲法上は非常に厳格な規制をない限りは合憲とならないというような規制もある。まあ、そのような制約があり してはならない言論が何かということを定義付けなければいけないじゃあその概念がどこまでかということもこれは明確にしなければいけないというような制約もあるところでありますそのような判断からしてはいけないというのは憲法の問題をこれ克服できないというところで我々は取るべきではないという判断をいたしました他方で実効性を確保する意味ではやはり許されないものだということを宣言してその許されないものを排除する社会を国民全般がこれを作っていこうということを主体的に 歌っていくという在り方の方が、むしろ実効性は上がるのではないかということで、判断をしたところであり、この表現が我々としては正しいというふうに認識をしております君あの少し、えー、議論をしてしまうことになるんですけれどもあの、そうした憲法上の表現の自由のですね保障との関係も十分考慮された上えで、全国でさまざまな取り組みがされてきていると思うんです。その1つのつですね 例として、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例における対象行為の定義規定についての評価を、今のお話の流れで、ヤクラさんにお尋ねしたいんですが、のこの大阪市条例は、ヘイトスピーチという表現活動、ヘイトスピーチとされる表現活動ですね、 具体的に3つの条文に分けて規定をしているわけです。第1は、次の3つの目的をのいずれかを目的とすること、つまり人種もしくは民族に係る特定の属性を有する個人、または当該個人により構成される集団を社会から排除すること、あるいは権利または自由を制限すること。 憎悪もしくは差別の意識、または暴力をあおることのいずれかを目的として行われ、表現の内容または表現活動の対応が、相当程度侮辱しまたは誹謗中傷するものであること、脅威を感じさせるものであることのいずれかに該当すること、そして3つ目に、不特定多数の者が表現の内容を知りうる状態に置くような場所または方法で行われるものであること。 こうした定義によって、ですね外縁を明確にしているともし、私はその規定ぶりというのは、そのよく理解ができるというふうにも思っているんですが、矢倉さんはいかかがですか矢倉和夫君。あのー こちらがあの大阪の、えー、ヘイトスピーチの条例について、これが詳細に定義をしたというのは、やはり効果との関係から考えなければいけないと思うんですよね。これ、大阪市長が表現活動について、まあ、拡散防止の措置及び公表措置を取ることにしたと、そのような行政権、公権力がまあ関係するような ことを前提にしている以上は、やはり定義を明確に厳格にしなければいけないというところもあるかと思います。で、これは出発点の問題もあり、先ほど西田理事からも話もあった通り、むしろ我々としては、まあ、このような、何かこれがいけない言論だということを、ある程度定義をして、それが公権力が規制をするというような話ではなくて、むしろこのようなあの不当な言動、まあ、地域社会からこう排斥するような、 言動があってはならない、そういう社会を作るんだという理念を定めて、そのような社会に向けたあ国民全体の、まあ、協力、まあ、義務というものをこれを規定すると、そのような理念法を定めた上で、それを全体で実現していこうという理念を定めた法律であり、そういう部分でのこの概念の定め方というところの出発点がそもそも違うというところは、ご認識いただきたいというふうに思います根木君。あのえー その点はよくこれから議論をしていく必要があるのかなと思うんですね。で、え少し先ほどの,あの西田あ発議者のご答弁に戻りますと、えっと、行政が、えー、この表現あるいは言動の違法的法を直接審査するのかどうかという、そうした問題をあのおっしゃったわけですけれども、仮にそうした措置を置かないとしても、国民 の皆さんに、こうした言動はあってはならない、してはならないというふうに呼びかけるのかどうか、違法であることをはっきりさせるのかどうか、これは、つまり社会的に根絶していく上でで、極めて重要だと思うんです。で、そうして、この法案によっても、努力義務とはいえ、そうしたものを課すわけであり、この外縁を明確にするということは、とても大事なことなのではないか。 と思ううんでですすねでそこはどうお考えですか者西田昌司君あの外縁を、まず定義つまり定義をですね明確化してやっていくとかいう話になってきますとあの、新たな問題が実は出てくると思うんですね。と言いますのは、定義した、定義を明確にすればするほど、ですねその定義の外側に隠された言葉はじゃあいいのかと、つまり、えー、これはここ、ここからここまではだめだけども、このこ,のこっから外側はいいんだよと。 いうことをです、ね、逆にヘイトスピーチをする方々にですね、お墨付きを与えるようなことにもなりかねないんです。ですから我々ですね、そこは全体の文脈の中で判断すべきことだと思っております、そもそも。でだからそ、そういうことも含めです、ね、禁止規定を設けたり、定義をまた明確にしたりするとです、ね、そういったまた別の次元の問題が出てくるわけですね。でもっと言いますと、我々はですは、ね、このヘイト問題というのは、 実際に現場を見たりですね、また映像を見たりもしておりますけれども、断じて許すことはできないと思っております。そして、この法律が、えー、我々が法的措置をし,てもしましても、ですねそれに対して、彼らはですね、えー、挑戦的な行動をするかもしれませんよ。しかね、だからそのことも含めて、ですね我々は、彼らがやってくる行動は、ですね最終的にはこのヘイト法によってですね、 抑え込まないまねばならないと思いますけれども、最終的にはです、ね、やっぱり裁判の場で,です、ね、これを、彼らの行動はです、ね、恥ずべき行為なのであるのだと、で行政側にあった措置がです、ね、これは適用だったのだという、まあ、そういうか形のやっぱり文脈になっていくと思うんです。で従いまして、そういう意味でわれわれはです、ね、あの禁止規定ではなくて、まずモラルですね、それから啓発、教育、でこういうことは恥ずかしいことなんだということを、やっぱりです、ね、国民全体でこれ、共有して、 そしてそういう意識の中でですね国が、また地方公共団体が、ですねケア活動をしていくと、そこが一番大事だと思うんです、だつまりやっている人間が、ですねえ自分たちがやっている行為は、恥ずべき行為なんだという、やっぱりそういう認識に立ってもらわないと、これは、生徒トスピーチというのはなくならないんです、そして現にですね私は視察に行って感じましたのは、あの在日1世、2世。 いろんな方の話を聞きましたけれどもね、我々が小さい時も戦後、いわゆる在日韓国・朝鮮人の方に差別的な言動があったり、目の当たり、見たりしましたよ。しかし、今やっぱりどんどんそういうのは少なくなってきたという話をされました。しかしこ、のこの21世紀平成のこの時代になって、またもう一度、突然こういったヘイトスピーチをですよ公然として扇動していくようなね、行為が、目に余る行為が出てきたわけですよね。 だから我々はこういったことを改めてです、ね、恥ずべき行為だということを宣言すると同時にです、ね、やっぱり教育、啓発、まあ、この効果というのを、ね、大いに私は期待しなければならないし、そのことを通じてしか、私はヘイトというのを、ね、根源的になくすことはできないのだと思っているんです根木君あ君、この禁止あるいは違法という法の規定のありようについてです、ね、これ、もっともっと議論が必要だと。 改めて明らかになってきているように思うんですけれども、ちょっと残る時間が5分ほどになってきているので、法案について具体的にですね定義に関わってお尋ねしたいことがあります、3点、ちょっとまとめて質問します。先ほど来お話のある、本邦外出身者という規定が第2条に置かれているわけですが、1つ目の質問は、この本邦外出身者という我が国領域、 いわば基本的な概念にした内外というこの考え方は、人種差別撤廃条約の理念と異なるのか、それとも含んでいるのか、国籍、あるいは民族、人種というものによる差別ということを意味しているのかどうなのかということが1点、よろしいですかね。点目はあのそうした元で ももっっぱら適法にに居住すするものといいう規定ぶりになっていますこれは例えば在留が争われている、在留の適法性が争われているというオーバーステイだったり、あるいは難民申請が政府の不当な判断によって認められなかったりといった方々に対するヘイトスピーチが許されるというものではまさかないと思うんですけども。 合わせてアイヌ民族に対するヘイトスピーチということも公然と行われています、これを許すというものではないと思うんですが、この適法に居住するということの意味がどうかが2つ目、で最後3つ目は、そうした本邦外出身者を地域社会から排除するというふうにお書きになっておられるんですが、私たちが視察で訪ねた桜本のようなです、ね、集中地域ではない場所、 大都会の例えば銀座だとか、新宿だとか、こうしたところで発せられる言動というのは、この地域社会から排除するということに当たるのかどうなのか、この3つがご質問ですが、いかがでしょうか。発議者、西田正二君。はいえー、まず、いわゆるこのヘイトスピーチですけれども、現在も問題となっているヘイトスピーチ自身はですね、え、ー いわゆる人種差別、一般のようにあの人種や人の肌とかいうのではなくて特定の民族、まさにまあ在日、まあ、韓国、朝鮮人の方があのターゲットになっているわけですよね。ですから、そういう立法事実を踏まえて、うんえー、この法律に対して不必要あの対象者が不必,要に不必要に拡大しないように立法事実としてですねそういう方々が。 中心となって、ヘイトスピーチを受けているということで、本邦外出身者ということを対象して限定しているわけでございます。で従いまして、先ほどのアイヌの問題ありますけれども、我々は実はそのアイヌに対するです、ね、ヘイトスピーチがあるという、そういう立法不事実を今、問題、把握しているわけではございません。ですから、この中にはですね、アイヌの話は入っておりませんが、 入っておりませんが、もとよりですね、アイヌ民族に対するです、ね、ヘイトが許されるものではないというものは、それからもう一点なんでしたねそれとですね、在留の話ですけれども、適法にというのは当然の話でありまして、例えば不法に入国したりした場合はです、ね、当然入管法によりまして、えー、これは本国に送還される。 まあそういういことになるわけでございますねで,ですから、そういう方々は本来、えー、不法に滞在していたらです、ね、本国にこあの、我が日本にはお、ね、れないわけでございますし、えー、その方々は当然、戻ってもらわなければなりなませんので、ヘイトスピーチのこの,、えー、この法律の対象にはなっておりません。しかし、その方々に対する、もちろんヘイトスピーチを肯定するものでもございません。 それから、いわゆる難民認定をです、ね、されている、まあ、その今、手続き中であるとか、そういう方々は、これはあのここで規定する適法に居住する方々に該当すると考えております厚木社、役倉勝夫君あのこの。例えば、銀座から出てけとか、そういうものですよね。 桜本とかではなく居住しているところではなくただそういう一定の場所から出てけというような話でもあるとあの今回の我々が捉えている不当な差別的言動というのは要するにあ,のある方々の,この存在自体をこう否定してそこ,にそこから出てくるような。ここに そこからその存在を指定するという理解の前提のもとで出ていくるようなことを先導するような言動というふうに理解もしていますで、あの具体的な地域社会かどうかというのはやはり前後の文脈等を見ながらということになると思うんですがやはりそのような趣旨に合うような発言であれば該当するというふうに理解はしたいと思っています西木時間ですがあのあともう一点質問したかったのは国地方公共団体の責務に関わるものなんですがもう時間が参ってしまいましたあのいよいよもっともっと議論が必要だと とりわけあの法の、えーえーと、不法入国の場合などの議論もありましたけれども、そうした場合だからといって、法の保護が与えられないということには私はならないと思うんですね、あの一層の議論を求めて質問を終わります。